ここは川の横です。徳島県の県の中で一番大きなカツラの木があります。大横のカツラと言います。10.35 メートルの幹回り、周りは、人工林の中なんですが、カツラの木が大好きな水がすぐ流れるとても綺麗な木です。ここまでは下の県道から、直通で、延々上りを30分ほど上がってこないといけません。周りの枝は結構枯れてるみたいに見えますけど、上の方は葉っぱが残っています。静かにしていると水の音だけが聞こえます。